扉間早めに返してやるオビトについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。相手が勝ちを確信すると仕掛けてくるやつ、飛来心はこれあるから怖い。クーリングオフの術、エドテンされた歴代ホカゲ組はなんだかんだで扉間が一番目立ってたよね。あのメンバーで扉間をクローズアップするセンスはなかなか独特だと思う。結果良かったけど、4代目すら慌ててたのに落ち着いてクーリングオフする扉間、さすがすぎる。あれぐらい当時の戦争では当たり前だったのかもしれん。せっかくの渦巻き親子タップの機会を奪わないでください。オビトと4代目の込み入った話の最中にあいつどうしようかな。ナルトが戦術用意してるからタイミング測って飛ぶかする。絶対最後に人気投票したら上位だと思う卑劣様。さて、キュービの小僧は始末したし、エド転生隊もこれで終わり、そろそろ来るな、ほら来た。4代目の方が早いっぽいけど使い方の幅とタイミングは卑劣様の方が上だな。つくづく20前半で死んじゃったのが惜しまれる。2代目もマーキング術使えるんだっけ。4代目がわしの真似をしているのだ。卑劣という評価は変わらないまま株を上げ続けた。他のメンツは回想なりこの白寿司でパート主人公担当したのに扉間だけないな。大体柱間とセットだからな。触ってマーキングは2代目もだっけ。オビトにやられた時にマーキング済み、そっから4代目と回したりした。普通に4代目とマーキングリンクの術を使ってるから頭おかしい。目立たないと思ったら現代の時間軸で暴れ出した。ああいう最終決戦で味方にいる分には頼もしさしかないからな。ヒサメイカのスイトンとか卑劣とかおとりは俺以外が行くとかネタにされてたけど、まさかここまで活躍シーンが多いとは思わなかった。柱間みたいな化け物じゃないのに異様に強い。今ちょうどアニメ見てるんだけど2代目のサポートが完璧で、すごい。別に打ち合わせとかしてないのにスッと合わせてくれる。やけになると評価が高いよね扉間。基本的に若者が好きだと思われる。高い理想を掲げるナルトに兄者を重ねてた。柱間と別ベクトルで伝説の忍者らしいところを見せつけてくれた。味方相手でも死角になる背中にマーキングする男。純粋に手数が多いのと十尾の人中力の特性を理解するのが早すぎる。オビトの攻撃で半身削られながら起爆札を貼り付けつつ、死角に飛来心のマーキングをするのは手が早すぎる。作った術が自分にしか使えないとかじゃないのが卑劣。父ちゃんをグローされてもそれはそれとして、戦況を見極めるナルトに気づいて北総 M 卑劣様いいよね。この後何気に新設定のオンパレードだから、伝説的継承の卑劣様は喋らせやすかったのかもね。江戸天聖組って実質不死だから余計に立ちが悪い。ラスボスでもないのに腕組みして立ってるのが許される人。そもそもそのエネルギー体素手で触れるのかってなった。この術強すぎるだろ。クーリングオフは速度重視だからな。一度マークすると何度でも飛んできてぶちかます。コラっぽいコマ。港が自分ごと飛ぶしかないってなってるのに、しれっと影分身で返却しに行く卑劣様はさ、普通に驚いてて面白い。戦い方が徹底してくれば、戦闘だと港の方が上回ってるかもしれんが、応用力に関しては去年24歳と60代の差が出てる。大規模な破壊や圧倒的攻撃力の術に、結界限界や秘伝忍術みたいなのが乱舞する対戦において、ひたすら地味だけど有効な理論上できるだろうねって動きを最善で叩き込みまくる2代目。わしが作った術だから当然それに見合った最適な運用法もわしが上。オビトもこんな顔になる。そりゃその術の使用考えたらそれはできるだろうけど、本当にやるみたいなムーブが多すぎる。御旬回しは思いついてもやろうと思わねえし、できねえよあんなもん。最初の起爆札も徹底的に人体の関節部分に貼ってて怖ってなった。三代目も江戸天初代二代目に殴られながら起爆札しれっと貼ってて足吹っ飛ばしてるし、この辺の世代殺意がやばい。いや、術の使い手としては四代目が上なのは認めている。決して無駄なことはしない、基本姿勢も似ているが、ただこうした局面だと生きた時間戦闘経験の違いが出るか。仲間に螺旋弾当ててから位置変えて確定で当てるのずるすぎる。絶対絶命みたいな引きで前話し締めて開幕これだから笑う。ちょっと会話したら即音量トンって気づくのが強すぎる。歴代影って常識と無縁なのばっかな気がするなー。主人公のライバル敵と因縁がある主人公の父親扉間。飛来心は単純に瞬間移動するだけでも強力なのに、効果的な使い方しまくるからやばい。実際最終編のクライマックス戦闘だからやっていいみたいなやり方が目白押し。しれっと他人のマーキングにリンクさせて飛べるようにするとかもやってるし、本当に手が早すぎる。正直卑劣様のスタイルはクールで憧れる。戦闘スタイルがスマートでかっこいいよね。これが卑劣流リストラ術。なお江戸天で再雇用。しかも全所属先のライバル企業に派遣した上でバイトテロのような真似までさせるのは卑劣すぎる。対外的にはこの派グループとは関係ないのがポイントだ。オロチマルにすら作るべきじゃなかったって言われるやべえ術。
初めて卑劣扱いされた時点だと、卑劣、これほどの水遁打ってネタ扱いだったのに、帯と戦での大暴れで卑劣って言葉が勲章になったよな。兄とは別のベクトルでやべえ評価だからな。影分身&平井心の卑劣性が高すぎるんよ。しかもこいつ散々卑劣卑劣言われてネタにされてきたのに、復活した後に読者が想像してた以上の卑劣さを見せつけやがったからな。同世代の影からしたらたまったもんじゃない。まあ二代目世代はどこも頭のネジ壊れてるけど、猿と卑劣は揃って影分身で自爆技のコスト踏み倒すのが最高に指定、さらに平井心があると時間と手間も消せる。初めて見たナルトがアニメのこの回だった。卑劣様に惚れた。読者がネタで卑劣呼ばわりしてたら、読者の誰もが想像しないパーフェクトな卑劣を見せつけられて卑劣様呼びになったの好き。死体を蘇らせて情報抜き取った後は無限爆弾なんて普通思いつかねえよ。思いつかねえというか、仮にも主人公陣営側がやっていいことではないんだ。江戸天聖体の思考の鈍化や能力の劣化も当初は術が未完成によるものだと思われてたけど、実のところリスクを避けるためにあえてそうしてたっていうのがね。内心、暗い焦ってそう。このシーンの帯とやはり内浜だらかに似てる。カカシと帯とはたまにこの妙に影のかかった顔になる。派手な術なんていらん。宮内一本あれば大抵の人間は殺せるの極致みたいな戦い方好き。不意打ちのゴンゲみたいなスキル持ちなのに、普通に真正面から戦っても強いから卑劣。マーキングされたらほぼ罪な平井心の恐ろしさよ。本人登場前は作中の厄介な術のほとんどの発明者だったが、ゆえ全ての元凶呼ばわりまでされてたが、本人登場後の活躍から一周回って有能扱いされる面白おじさん。二代目のヤバいとこは最強になる力はなくても、どんなインフレにもついていけるその卑劣さだろ。実際のところ、勘の鈍りとかナーフされてるの示唆されてたもんな。それでこの活躍は厄介すぎる。そもそも元のスペックが純最強クラスだからな。それでいて頭脳も天才なんだからどうしようもない。卑劣様のおかげで帯とやまだらのインチキボス感がなくなったまである。忍術無効だぜって言ったすぐ後に弱点分析するのはもはやギャグ。さすが別ジャンル作品みたいな強さの柱間を支え続けた扉間だ。戦い方が効率的でえげつないぜ。他人を自爆特攻させた男が不死身の肉体を得た結果、最適なタイミングで自爆するようになった。扉間の何がヤバいかって、単体でも作中トップクラスなのに、我の強いホカゲたちをまとめて即席チームを作り上げることができるサポート力持ってるってこと。お前は兄者以上のバカだとか、ナルトに突っ込み入れてる時の卑劣様って楽しそうだよな。技や思考の凶悪さに反して突っ込みに愛嬌があるの好き。スレにもあるわしの術だといい、二代目様発言といい、兄者みたいなアマちゃんのバカが大好きで、自分がサポートしてあげなきゃ使命感ってなる人だからね。自分がリーダーになることばかり考えてた断層はこういう面を見習うべきだった。戦闘力以外にも強みがあり、何をしてくるかわからないという点でアバン先生味がある。ちょっと射程圏外に下がっててほしい。知識と応用に推察力も高いからヒルゼンよりプロフェッサー感ある。ヒルゼンもブドウ玉についていち早く分析してたし、港の式法人を一回見ただけで影分身の応用術を編み出してるから相当レベル高いぞ。この二人はどっちが上とか比べる必要ない。力の兄者、技の音者、別話題になっちゃうけど、力技の三代目とか別系統の四代目とか繋げられそう。平井心と春心の術って違うものなのか。止水もこんなことできなかったのかな。春心はただの高速移動だけど、平井心はワープだから全然違うやん。ただ強い柱間をクローズアップするとパワープレイになりがちで、良くも悪くもバトルの構図が主人公のナルトと被るからね。まあナルトは思ったより戦術できる方だと思うけど、柱間もいてまだらに最速認定されてるのどうかと思う。いいだろ、第1話で主人公が得した術の創設者だぜ。これで柱間と同じで全力が出せてないのがすごい質良すぎる。平井心はマーキング地点に飛ぶって点はよくある技の効果なんだけど、そのマーキング関連が手軽で永続なのが卑劣だよ。これは頭の周りが最速ですわ。まだらだったらこの場面警戒して反撃してただろうな。2代目だったら返してくるだろうっていう、ある意味で信頼感ぐらいのものを持ってそう。4代目、主人公の父なので目立つシーンは必ず来る。3代目、初期から登場してたので今更クローズアップする必要なし。初代、ほっといても目立つから2代目をクローズアップするのは必然。3代目が一番気の毒だよな。ここで強い術披露したらなんでこの白寿司の時に使わなかったんだってなるし。まあナルトキャラの中ではちゃんと頭使って戦ってる印象あるな。技も効率的で使い勝手いいものばかりだし、格上が相手でも前線しそうだし、ワンチャン大抵の相手には勝ち目あるタイプやね。ただし美獣バトルにはついてけそうにないのがネックか。最終盤じゃないと許されない便利キャラっぷり。ナルトと相性抜群なのが狂おしいほど好き。港って卑劣様の子孫説とかあったよな。
髪型が似てるのと息子と目されてたナルトが柱間の孫の名脇にだからそういう説があったな。ナルトは作品の中でキャラの IQ 差にリアリティある卑劣様はその中でトップで頭いい。マーキングされた皮膚をえぐり取ったら飛来心解除されるのか、見た目だけでマーキング自体は解除不可なのか気になる。完全に今日疲れたみたいな顔のオビトがじわる。キャラも戦闘も良すぎてナルト屈指の面白さだったわここのオビト戦。皆さんは扉間早めに返してやるオビトについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。